はい、こんにちは、えー。いつもの紫単色、えー、クノルフォットとアルフライクに頼った紫単色はこれなのですが、えー、今回はこのチーム構成でいきます。適、え、用、ー。えー、相手は、相手は、まず、えー、テルディアが前衛にいます。えー、さらに、えー、アタッカーがミサンドラと、えー、マリアナ。 えー、カウンター使いのオーバーンがいて、えー、回復薬がビビカです。えー、テルディアを、えー、ベラで、えーで止めて、えー、だから、えー、赤は抜きました、えー。ビビカを倒すために紫単色です。はい、きます、えー。レピオタを、レピオタをどう使えるかなと考えています。とりあえずここはもう紫竜作っときましょうか。 えー、盤面に紫が少なくて、えー、しかもばらけているので、なんとかなんとか、えー、紫を呼び込むことを考えています。とりあえず、これでたくさん消して、えー、なんとか紫に降ってこない、えー。たくさん消して、なんとか紫を呼び込んで、 紫3消してもいいんですけれど、もう緑ダイヤいっちゃいましょうか。いっちゃいましょうか。えー、なんとかなんとかスキル発動を目指して、なんとかスキル発動を目指して。では、これでこれでこれでもう紫を消し出しましょうか。消し出しましょうか。まだ耐えてますね。まだ耐えてますね。 ええー、なんとかなんとかなんとか、スキル発動を目指して。では、では、とりあえずアタッカーのミサンドラを、ミサンドラを、えー、止めて、止めて、えー。さらにジャッパーワックを使い、 えこれで念願のベラのスキル発動をベラのスキル発動えベラをスキル発動してえこれでテルディアを止めましてえとりあえず回復をしておいてえ右の紫2つをどうやって消すかを考えてえどうやって消すかを考えてえ右に紫が玉が 右に紫の玉が降ってくるように、えー、こうしましょうかこうしましょうかこうしましょうか、えー、んとか、えー、右の2つの、えー、紫をどうにか消すために、えー、玉が降ってきてくれることを祈ってここ行きましょうか降ってこない降ってこない え何、ー、とかここに紫が降ってきてほしいなと考えています。ここ行きましょうか。来た。けど遠い。まあいいか。えー、それでは、えー、クノルフォットで変容してから、変容してから、えー、紫を消して、紫を消して、あ、やっと降ってきてくれた。では、えー。 さらに、しつこく、しつこく、えー、2、3ドラをレピオタで止めまして、えー、カウンター受けちゃいますけども、えー、ジャッパーワーク使いまして、でもって相手の数が減ると助かるんで、もうもうカウンター受けちゃいますけど、後、え、継、ー、したらいいんかな。はい、相手の数減りまして、 ベラでミニオンの壁を張り、リガルドで回復しておいて、相手のテルディアはあんまり怖くないので、テルディアに対してどんどん弾当てていって、ベラのミニオン封じによって、あんまりテルディアは怖くないので、今回そういう作戦でチームを組んでいます。 えー、それでは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 、クノルフォットは温存して、紫を近づけて。えー、では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 、えー、回復されますけど、あ、いけた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 。 それでは、それではスキル発動順大事ですよね。えー、まずは、まずは、えー、ジャッバーワックを使ってから。えー、やっぱりカウンターがめんどくさいので、えー、オーバーカンに対してレピオタを当てて。で、えー、テルリアにまた弾当てていきましょうか。テルリアに弾当てていきましょうか。 はい、耐えてますね、耐えてますね。えー、テルリアに弾を当てて、盤面整理をして、えー、紫を呼び込もうとしています。はい、いけましたね、いけましたね。さらにベラでミニオンの壁を張り、えー、リガルドで一遍回復しておいて、えー、紫を消しやすい形を作っておこうと考えています。えー、ここ行きましょうかー。 それでは、おばかんが帰ってくるのを待って、待って、え、あと1ターン。はい、それでは、おばかんが帰ってきてくれたので、変容してから、え、紫5玉当てて。はい、いけましたね、行けましたね。ベラでミニオンの壁を厚くし、ジャッバーワックを使って。はい、ありがとうございました。 えー、クノルフォッドとアルフライクに頼った紫単色以外の紫単色の練習でした。